はい、皆さんどうも、もミティです。今日は東大のこんな問題を見ていきましょう。P が2プラスルート5という無理数と定義します。この時に自然数 N に対して a N という数列をこういう風に定義します。P を使ってですね。なので無理数っぽいんですが、1番としては a N がすべて自然数であるということを示してください。2番は a N と N プラス1の最大公約数を求めてくださいという問題ですねで。流れとしてはやはり標準的で、何か無理数っぽいもので定義したら実は自然数で、自然数ということが分かった上はその最大公約数を求めてくださいという全体的な流れになっております。 で最近この点の問題非常によく出ます二変数的にこなことになるんですけれども三、まあ、変数的なもので出てくることもよかったりするのでその辺きちんと全体的な流れも通して学んでくださいということですねでポイントとしてはですね対称式とかニュートン多項式ということをちょっとおさらいしましょうこれについては後ほど少し詳しく補足いたしますでもう一つ全化式については解くことよりも大切なことというのが非常にたくさんあります例えばですね全化式とは言われたら解くことばかり結構頭に浮かぶ人もいるかもしれないんですけれども不要な地数列例えばこういうものがあった時に 前の2つの項としたら次の項になる。まあ、初項は何でもいいんですが、そうするとこういうものを一般的に解けるわけで、こういうふうな形になるということを皆さん一度はやったことあると思います。なかなか面白いですよね。で、こういうものが非常に当たり前のように非常にナチュラルなものでんですけれども、例えば11からスターとしたらずっと自然数みたいなことが分かるわけですよね。仮に全て自然数だったとしても必ずこういうですね不思議な規定2つみたいなものが出てくるわけです。これがいわゆる黄金比的なことになっているわけですけれども、あの いわゆるオイラー表現と言われるものなんですねこういうものがでオイラーさんが初めて言ったわけで、まあ、これの面白いところは名前がついているところはもう明らかに自然数列なのになぜか無理数みたいなものが出てくる何かが後ろからあ支えているという感覚があるわけですねですけれども これどちらがその数列の性質をより鮮明に表しているかと言いますと、まあ、こちらの方が時々強いことがたくさん言えたりします、まあ、これはこれで嬉しいわけですよね FN 何かって言われたらこれに N ドンと代入しちゃえば出るわけですからでもですね性質的にはこちらの方がたくさん出てくるわけです例えば FN 確保が自然数であることの何度も申し訳ないんですけれどもこれ見た目には全然わかんないですよねでもこちらだったらすぐわかるわけですで今回の問題もそんな感じですねむしろこちら側一般項が当たられていてそういう関係をいろいろ調べてくださいという時に全化式を意識してやっていくと ですから一般公を求めるつまり解くことよりも全化式が大切ということもたくさんあるわけですそこをきちんと確認していきましょうそれを支えるのが実は対称式とかいう概念ですねこれなんか対称式っぽいのでその辺の解説を早速していきたいと思います是非ともチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします はい。というわけで、まず対称式について補足していきたいと思います。例えば2変数の xy について、対称式というのはどういうことか、どういうものかというと、ひっくり返しても式として変わらないというようなものですね。で、自命なものとして、例えばこういう e1、e2 といって x、x たす y とか xy とかいうのがあります。これひっくり返しても、まあ e2 は e 2のまま、e1 は e1 のままですよね。 対称式というのはまあ例えばこういうものとかもたくさんあるんですけれども特にこの2つのことを基本対称式と呼んであらゆる対称式は全て実は基本対称式の多項式で書けるということが知られておりますこの辺はですね実あの結構証明もまあ簡単ではあるんですけれどもぜひともあの調べてみてくださいここではちょっと先に進みたいと思いますこの基本対称式をざっと眺めてみると X と Y を中心に考えてみれば E1E2 というのは実は解と係数の関係においてこういうような等式を満たすことがわかっています というので、まぁ、あ、X と Y を中心に見たら E1,E2 が分かるということで、これイコール0みたいな形が分かるんですけれども、逆にですね、ここでは E1 と E2 が分かったとすると、これイコール0を解くことによって、XY が求まるみたいな感覚でいきたいと思います。つまり、XY2 で考えるよりは、e、E1,E2 で考える方法をちょっと選ぼうというわけですね。というのは、例えば二次方程式を解いたときに、係数がとってもきれいなのに、解としては、まあルートの中身が5とかになったりして、XY そのものはそんなにあのきれいじゃないということがありますね。でも、もしこれが対等であるのであれば、XY を考えるから E1、E2、e、考えても全く数学的に同じような操作ができるのであればそれは E1、E2 の方が考えやすいということですねこの式そのものを扱っていこうという立場でありますなので XY というバラバラにしたものより1つ解と係数の関係、足したりかけたりしたものこの対称性の高いものを基準にして考えていこうというわけですね必要に応じて XY を求められたらもちろんこれイコール0解いて E1 と E2 が分かっていれば XY もわかるという立場でやっていきます で、例えばですね、これが嬉しいのは、こういう対称式が E1、E2 でかけるということはもう知っているわけですから、じゃあどういうようなことがあるのかということを見てみると、実はこういうような式が成り立ちます。これが N プラス2乗と N、N プラス1乗と、N の間の関係式として、係数が E1、E2 という非常に単純なものが現れています。まあ、これは証明そんなに難しくなくて、例えばこれ考えてみると、これを満たすわけですね。X というのはこれの解、まず解と係数ですから解ですね。で、Y についても同じような性質が成り立つわけです。 これはもう定義からそのままですね。これ、辺辺足すと、p2、p1、p0 というふうになるわけですね。p0 というのは、まあ1、1足す1で a2 みたいに見なすわけです。でそうすると、これが n イコール0のときに成立することが分かりました。 で、他にもですね、n、n 個だけ繰り上げればいいわけで、これ両辺に x の n 乗をかけて、これで y の n 乗をかけて足し合わせれば全く同じものが出てくるというわけですね。ですから、まあ非常に単純なわけです。定義からすぐにこういう式が出てきて、それをちょっといじくりますと、こういう一般的にですね、ちょっと難しそうなものがこういうふうな全化式が得られて、いろいろとですね、2つ前が分かれば次が分かるというようなことが分かるわけです。こういうのが、先ほど冒頭で言いました、対称式と全化式のものを統合で,ですね。 他に補足としては何変数でもいいということがあります。例えば、xy, e じゃなくて X 1、x1...xn みたいなものの場合、対称式としては、いろいろあるわけですけど、やはり基本対称式という概念があります。単純に足したものが e1。で、2つずつかけたもので足したものが e2。で、en というのはすべてかけたものみたいなことですね。定義すると、実は全く同じように解と係数の関係が成立するということですね。一時の項が、これ足す、これ足す、これ足すでこれ足すですね。例えば、一番最低のところが、これ全部かけたものなんですけど、まあ、ちょっと符号だけ気をつければ、全く同じような形。 が成り立つとそうするとこういうような同じような全可式が成立するということも実はわかるのでぜひともこの辺興味のある方はやってみてください最近はですね3変数で問題が作られたりすることが多いのでぜひとも23ぐらいはきちんとまあきちんとですね自力で白紙の上に起こしてみてくださいまあそれ以上の工事についてはあ数学的にもちょっと難しくなってきたりすることもあるのでまあお任せしますけれども特に5以上ですね5以上になるとちょっと難しいですけれども数学的にまあ2とか3ぐらいであればよく受験問題にも提出されることがあるのでぜひとも押さえてみてくださいというわけでこういうことを背景にこの 問題早速処理していきましょう。 はい。というわけで、早速1番からやっていきましょう。この P というのはもう分かっているんですけれども、AN がですね、なんとも厄介な形です。P の N 乗足すこれですね。で、大胆にですね、マイナス P 分の1を9と置いてしまいましょう。そうすると、P の N 乗足す Q の N 乗となるんですけれども、これは P と Q の対称式と見るわけですね。そうすると、P と Q のワット積が分かってしまえば、基本対称式が分かってしまえば、これが分かるということが、先ほどの全化式の立式とかで見ていることでした。というわけで、これを求めてしまいましょう。Q とワット積を求めるために、まず Q を求めておくと、マイナス2プラスルート5分の1。 で分母分,分子に有利化するためにこういうものをかけておくと分母が4く5でマイナス1ですねなのでプラスプラスになってこれが2ト5というふうになるので和がいくつかというと4ですねで積が何かというと、まあ、定義からマイナス1というわけですねというわけでどういう式が成立するのかというと先ほどのケースから n プラス2マイナスこれのマイナスですねですから n プラス1マイナスこれで n というわけですねこれが n 以上で成立するということがロ以上で成立するということが分かりました で他にも例えばですねまあここはあのこういうふうに書き下しておくことにしましょうこれを直接証明するということも可能でしてまあここ補足的にちょっとやっておきましょう注意ですけれども例えば n プラス2でこれは p の n プラス2プラス q の n プラス2なんですけれども次数を下げたいなという気分になると自然とこういうことがちょっと思いつくんじゃないでしょうかこんな感じですね ほぼ多い,いい感じかなと思うんですね。これとこれこことここからこれとこれが出るわけですですけどもこことこここことここが邪魔なんですねですから引いておきましょう p p の n 1マイナスの p の 9n n 1、でここが実は -pq でくくってあげると q、えっと、の n 乗 +p の n 乗というふうになって従って全体として p+9 の an+1-pq の n というふうになるわけですね というわけで同じような式が出るわけですけれども、まあぜひともですね、この形式で覚えておいてほしいと思います。きちんと全体的な理解をしておけば、基本対称式とか対称式の復習にもなりますし、全化式に応用するということもわかると思います。あまり方針に困ることもないかと思います。というわけでこれを使って考えていくと、前の2つが分かっていれば次が分かるという全化式が履歴されました。というわけで、前の2つが自然数であれば次が自然数ということが分かりますので、前の2つを計算、一番最初の2つを計算すればいいわけですね。というわけで A0 と A1 とかを計算をしておけばいいわけですけれども、例えば A0 というのはまあ、 2 00で2で1というのがピータス9なんで4で、まあ、今あの問題の提出のされ方からして1以上なので、まあ、A0 に価値がないというか思う方は、まあ、A に計算しておいてあげるもいいかもしれないですね、まあ、ここに代入してもう24と代入してもいいんですけど直接計算することも可能ですつまり、まあ、これここと同じやってることは実は同じなんですけれどもこんな感じですねで16引く P9 というわけで18ですね というわけでこういう風にすると自然数、自然数なんで全部自然数とかですね、自然数、自然数なんであと全部自然数ということもわかるわけですね。というわけで、まあ一番はこんな感じでまとめておいてみてください。 はい。というわけで2番の解説していきましょう。先ほどの結論ここにまとめておきました。P と Q というのがこういうもので定義されるもので、N というのは P の2乗足す Q の2乗。いわゆるニュートン多項式と呼ばれるものなんですけれども、こういうものの対称式ですね。これをこれで表して、そういうような考え方でいると、こういう全化式が成立いたしました。初項というのは、2 4 8と、まあ、0を埋めて考えてしまいましょう。負の方も実は考えてもいいんですけれども、まあ、今回はあまり必要ないので、0から考えましょう。それで、えー、と最大公約数を求めてしまいますと、 これは an と an プラス1の最大公約数という定義でございますけれども n が0以上で成立する式ですでこの an プラス1と a n の関係なんですけれどもそれはここで結びついていて定義するとあ考え使ってあげるとこれを前の項の4倍そのまた前の項の和というわけですねでこの辺意味を持たせるためにこれ0以上じゃないと困るので n が1以上というわけですねであとこれ GCD ちゃんと計算してあげればこれ4倍して引いたりしたりすれば an がこのままでこちらは an-1 というふうになるので これ、dn-1 と全く同じなんですね。n が1以上で。シーターがあって、これずっと同じ数列という意味ですから、dn というのは d0 と等しい。これが n が1までずっと等しいので、d0 と等しいということになります。もう全部等しいというわけですね。すべての n に対して d0 と等しい。で、d0 というのは a0 と a1 の最大公約数というわけで、これは2と4というわけで、2ですね。 わけで答えが出ました他にもまあこの辺ちょっと嫌だなと思う方は、まあ、この辺がです、ね、全て1以上ということにしたいのであればこう2になってこの辺が2になってそうすると DN というのが D1 と等しいということになるわけでそうすると4と18。 とといいいいうふうになって2という答えでもいいでももすけれども、まあ、この辺はあの趣味の問題なのでぜひとも皆さんお任せしますけれどもぜひともですねこの辺全化式が成立するこういう構造全体を含めてですね対象式から全化式が得られるとかいうですね、えー、むしろ全化式というのは解かないで全化式そのものに価値があるという認識でぜひ、えー、ともこの問題に取り組んで復習してみてくださいというわけで、えー、この問題がためになったら面白かったと思う方はぜひともチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いしますというわけで次の動画もご覧くださいさよなら